マシーンとは利権や量感性に基づく集票組織に対するアメリカ合衆国における故障である。マシーンにはボスが存在することが多く、また必ず公共事業や公務員ポストといった利権に依存する中金集団が存在する。多くのアメリカの都市においてはマシーン政治が存在する。特に1875年から1950年の間が マシーンの最盛期とされ、その中には現在まで続いているものもある。同様の形態は、ラテンアメリカや日本の農村部においても見られる。日本の自由民主党は、都市圏周辺地域や農村部で、農協や公共事業を通じたマシーンを有する。マシーンの要は利権である。公職を有することにより便宜を図り、それに関連して、時には賄賂を受けることができる。マシーン政治は、 政策論争による政治からの逸脱であり、魚心あれば水心といった感覚の取引政治、または円故政治である。ボスは選挙区への便利を図り、選挙民はボスに言われた通りに投票するという関係が成立する。時にはマシンの関係から抜け出そうとする者に対する暴力や嫌がらせを伴うこともある。 1899年のパック誌に掲載された風刺漫画。ニューヨークの政治家を模した惑星たちがタマニーホールのボス、リチャード・クロッカーの周りを回っている19世紀後期から20世紀前期のアメリカではボストン、シカゴ、クリーブランド、ニューヨーク、フィラデルフィアといった大都市はのきなみマシーンを有していた。ニューヨークのタマニーホール、シカゴの クック軍民主党組織はマシーンの中でも典型的なものである。マシーンのボスは忠実な政治家たちを従いており、指図ズ一つであらゆる便宜を図ることができた。19世紀における移民たちはアメリカ独特の市民社会に馴染めないことが多く、マシーンの多くはこういった移民たちに便宜を図るために形成された。移民たちは票と引き換えに仕事の口や裁判官、 警察官、検察官等の貢献力者による好意的取扱いを得た。マシーン関係者の最大の仕事は選挙に勝つことであり、具体的には投票日における大量動員である。自治体選挙においては時に不正も行われた。マグアンプのような市民主義者たちはマシーンを批判した。セオドアルズベルト時代までの進歩の時代に全国レベルの行政改革が行われ、 多くの地域的利権システムが就航された。1930年代には雇用促進局が多くの雇用利権を連邦政府に回収した。ニューディール下においてマシーンは WP や市民保全部隊に対する口入れが認められたが、1943年の両局の廃止によりマシーンの利権も消滅した。貧しかった移民たちも社会に同化し裕福になり、マシーンの不正規、 または、脱法的な援助は必要としなくなっていた。1940年代においては大都市のマシーンは、のきなみ崩壊したが、有名なシカゴのマシーンはなお健在であった。テネシー州のマシーンは、市民の武力放棄によって排除された。ありがとうございます。